でキャラクターアニメーターでぬこぞうくんを複製したんだけど、 AI データはどうするの？ぬこぞうくんをどういう風に変更したのかわかんないんだけど、ちょっとちょっと海ぞうくん、そうだね、複製した AI データをコバンちゃんからぬこぞうバージョンに変更するにはどうしたでしょうか？解説していきます。さあ猫たちをはけるんだ。バイ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 。ほな私もはけます。ドドンドドン。コピーした黒招き猫のイラストを変更していきます。左が元々の白い猫で、右が今回変えていく黒い猫ですね。顔だけ黒いんですけど、真っ黒はひげとか見えないのでちょっとだけ薄くします。カラーのブラック 100% を90にしました。でこれで白いところを全部ブラック90にして色だけ変えます。レイヤーのパレットは独立して表示させます。そして背景が白くて手とかも白いので見えません。レイヤーで背景っていうレイヤーを作っています。非表示にしてるんですけれども、これを目のマークをクリックしてロックはかけた状態で緑の背景を表示させました。これはただ見やすくするためだけの背景レイヤーです。では白いパーツを選択します。英数でキーボードの A、 これでダイレクト選択ツールになります。これで耳をクリック。耳はカラーパレットで見ると白ですね。塗りは白。これで選択から共通でカラー塗り、これをクリックすると白が全部選択されました。同じ塗りの設定が選択されました。ここでカラーをブラック90、コマンド Z または英数の I にするとスポイトツールになるので、スポイトツールにしてこの顔のところをクリックします。これでも白いオブジェクトを一辺に変更することができます。外側を選択して選択を解除します。これで全部本当に変更できたかっていうのをレイヤーがこれだけあるのでちょっと見てみますね。頭からチェックしていきましょう。ボディは一旦レイヤーで非表示にして、頭がちゃんと変わっているか表示非表示でチェックしていきます。リフトアイブローの眉毛ですね、眉毛扱いになってるんですけど、の眉毛の白も変更します。さっきほど選択で共通でカラー塗りを選んだので線は無視しました。今回は眉毛は白い塗りに黒い線という設定なので塗りと線をチェックすると同じ塗りのオブジェクトが選択されますので、この状態でカラーを K を90、眉毛が塗りが90になりましたね。でチェックしていきます。右の眉毛マウスは関係ないかな、関係ないかな、あ、ベストグランドヘア、ヘッドはこんな感じですかね。ではボディをチェック、左手、あとはですねトリガーで使っている右手の手が非表示になってたので反映されてないですね。手が2つ、白をグレーにします。で非表示にしておきます。背景の表示は非表示にしておきます。これで保存します。ではキャラクターアニメーターで見てみます。あ、盲点がありました。お気づきでしょうか。キャラクターアニメーターでチェックしてみると耳がまだ白いですね。あとはまばたきの目もまだ白いですね。イラストレーターに戻ります。イヤっていうレイヤーも非表示になってるレイヤーがあるので、イカ耳ってやつね、イカ耳の白いとこもグレーしますね。スポイトツールで入って、このイカ耳は非表示にして普通の耳を表示にしておきます。あと目ですね、目の閉じたところ、アイの中にブリンクがあります。これも非表示になっているので隠れてましたね。
まず1個目3個目これは眉毛で隠れて上の方が見えないのでコマンド Y でちょっとアートワークにします。アートワークにしてはいコマンド Y。 次は左のまぶた背景レイヤーを非表示にして保存します。コマンド S です。セーブの S ですね。キャラクターアニメーターに行ってみましょう。治るかな。お、耳は治った。黒猫になりましたね。まぶたはどうかな。まばたきがうまくいっていない。さぜでしょうか。下の口を一箇所見つけてしまいました。マウスの中に結構気に入ってる口がありまして、 F がですね重なってるとこを隠すために線だけじゃなくて塗りもつけてるんですね。この塗りが白猫用の白になってます。これを塗りをブラック90にします。あともう一つの盲点はまぶたですね。こういう時は正しい白猫の方でチェックしますね。レイヤーがどうなってるのか。右目ライトアイの中にブリンクがあってブリンクに表示がついてますね。こういう設定にしないといけませんので黒猫の方を選択してチェックします。あ、イラストレーターの2つ開いたらタブが開きますよね。このタブをですね並べるにはウィンドウのこれ CC ですけどウィンドウのアレンジで並べて表示、これで並べて表示することができます。正しくはライトアイの中のブリンクは表示、そしてその下のライトブリンクは非表示、そして 1,2,3 を表示にします。ややこしいですね。これで保存します。見てみましょう。どう？あ、口とまばたき、耳も全部黒猫仕様になりましたね。やったーね。ソファーの上に乗ったりなんかして。はい、これで黒猫2号の誕生となりました。猫蔵くん、私たちちょっと大きくない？そうかな、こんなもんじゃない。だってさ、海蔵くんが人間でしょ。人間と比べてさ、ちょっと大きくない？海蔵くんはさ、こんな大きさだよ。確かにちょっと大きいかな。あら、猫蔵くん、ずいぶんちっちゃくなったね。こんな感じじゃない？大きさ的には小判がちょっと大きすぎんじゃない？だって人間よりでかいもんね。まあいっか。